スティーブ・ファーバーことスティーブン・バイ・ラム・ファーバーは、イギリスの計算機科学者、数学者、ハードウェア技術者である。現在は、マンチェスター大学計算機科学部の ICL、計算機工学教授である。1980年代にエイコーンコンピュータで、BBC ミクロや、アークマイクロプロセッサの主要設計を行った。2018年現在、ARM アーキテクチャのプロセッサは1 0 0億個以上が、 製造されており、世界中のモバイル端末や組み込みシステムの多くで使用されている。1990年にマンチェスター大学に移籍して、以降、非同期システム、低消費電力設計、神経工学の研究をリードし、スピノーカープロジェクトでは、計算論的神経科学に最適化された100万個のアー m プロセッサーを搭載したコンピュータを開発している。ファーバーは、 マンチェスターグラマースクールで教育を受け、1970年にハンガリーで開催された国際数学オリンピックに英国代表として出場して銅メダルを獲得した。ケンブリッジ大学のセントジョンズカレッジの学部生として数学トライポスを受講し、バチェラー・オブ・アーツと EN、マスター・オブ・マスマキクスを取得した。1978年にケンブリッジ大学のエマニュエル・カレッジで 空気力学のロールス・ロイス研究員に任命され、1980年に、ジョン・フォーチ・ウィリアムズの指導の下で、ウェイスフォーの原理の流体力学の研究で博士号を授与された。1970年代後半の博士課程の研究の間に、ファーバーは、ハーマンハウザーとクリス・カリーが立ち上げたばかりのエーコーンコンピュータで、いくつかのプロジェクトを自発的に手伝っていた。その中には、 マイクロプロセッサで動くスロットマシンのコントローラや、後に BBC ミクロとなるコンピュータのプロトタイプ、プロトンがあった。1981年に博士号を取得して、正式にイコーンに入社したのはイコーンが正式に BBC と契約した後のことだった。彼はハードウェア設計と設計マネージャーを務めた。彼は BBC ミクロ、エレクトロン、 アームマイクロプロセッサの最終設計と生産に携わった。1990年8月にマンチェスター大学に移籍して ICL 計算機工学教授となりアミュレットの研究グループを設立した。ファーバーの主な研究テーマはニューラルネットワーク、ネットワーク、オンチップ、マイクロプロセッサである。2003年には工学、物理科学研究評議会の生物に学んだ。 新しい計算方式に関する研究クラスタのメンバーだった。ファーバーの最も最近のプロジェクトであるスピノーカーは人間の脳の働きを直接模倣した新しい種類のコンピュータを構築しようとする試みである。スピノーカーはハードウェアで実現されたニューラルネットワークであり、最終的には100万個のアームプロセッサを搭載するように設計された超並列処理システムである。 完成したスピノーカーは人間の脳の能力の1%つまり約10億個の神経細胞をモデル化する。スピノーカープロジェクトは特に次に挙げる事項の調査を目的としている。ファーバーはどちらかの方向に大きな進展があれば大きな科学的ブレイクスルーになるだろうと考えている。ファーバーの研究テーマには非動機、システム、 センサネットワーク用の超低消費電力プロセッサ、オンチップ相互接続とグロボリーエイシンクリネス、ローケリーシンクローナス、神経系工学がある。彼の研究は、工学、物理科学研究評議会、王立学会、欧州研究会議から資金提供を受けている。1997年2月に、英国コンピュータ協会のフェローに選出された。 1998年には、非同機械路設計に関する欧州作業部会のメンバーになった。2002年には、王立協会フェローに選出された。また、王立工学アカデミーのフェローである。2007年にファラデーメダルを受賞し、2010年にはピンカートンレクチャー講師となった。2008年に大英帝国勲章コマンダーを受賞した。2010年に、 他のアームプロセッサの開発者二人と共に、ミレニアム技術賞を受賞した。2012年、コンピュータ歴史博物館のフェローに選出された。受賞理由は、ソフィー・ウィルソンと共に、BBC マイクロやアームプロセッサーアーキテクチャの研究を行ったことだった。2004年に、王立協会からウォルフソンフェローシップを受賞した。2014年に英国コンピュータ協会特別フェローに、 選出された。2009年10月8日から放送された BBC4 のドキュメンタリードラママイクロメンでは俳優のサム・フィリップスがファーバーの役を演じた。ベースを演奏するファーバー・ファーバーはバレリー・エリオットと結婚し、娘が二人いる。趣味として6弦ギターを演奏する。ありがとうございます。